田総理が高市早苗議員を排除しようとしている、その真相をご存知ですか。今回の動画では岸田政権の裏側で進行する高市議員に対する攻撃の実態を掘り下げます。彼女が果たそうとしている日本の経済再建と国の独立を守る姿勢がなぜか一部の勢力にとって都合が悪いとされています。特に財務省や親中派の動きが彼女の積極財政や強硬な対中姿勢を封じ込めようとしているのです。国政報告レポートをめぐる問題もその一環に過ぎません。彼女が送った通常の報告書が総裁選の郵送禁止ルールに違反していると指摘されましたが、実はその報告書は全く選挙とは無関係でした。なぜ後から設定されたルールで彼女が糾弾されるのでしょうか。ここにも明らかな印象操作と不当なバッシングの構図が見えてきます。またメディアの報道にも注目する必要があります。高市議員に対するニュースは過剰にネガティブな内容が取り上げられ、彼女の政策や実績についてはほとんど触れられません。こうした報道の背後に彼女の存在を消し去ろうとする意図があるのではないかという疑問が浮かびます。そして最後に自民党内での対立も見逃せません。高市議員を支持する派閥と彼女を排除しようとする反対派が繰り広げる権力闘争が彼女の政治活動に大きな影響を与えています。高市氏が果たしてこの厳しい状況をどう乗り越えるのか、視聴者の皆さんと共に考えていきたいと思います。それでは岸田総理の高市早苗潰しについてお話ししましょう。岸田総理の政権運営が多くの日本国民の間で注目される中、その裏では一部の政治家が高市早苗議員を排除しようとする動きが進んでいます。高市議員は国内外の課題に対して独自の視点と強いリーダーシップを持つ存在として知られており、特に中国や財務省と真っ向から対峙する姿勢が際立っています。彼女のこうした立場が政界内での一部の勢力にとって脅威とされ、岸田総理もその勢力に動かされる形で高市議員を排除しようとしているのです。まず高市議員は積極財政を掲げ、財務省が進める緊縮財政に反対しています。これにより彼女は財務省内の一部の官僚や緊縮派政治家たちの反感を買っています。日本経済が停滞する中、公共投資や社会インフラの強化を主張する高市議員の存在は財務省の既得権益に挑戦するものとして受け取られ、これを防ぎたいという動機が明確になっています。また外交面でも高市議員の立場は明確です。彼女は中国の脅威に対して強硬姿勢をとり、国家安全保障の観点から日本の自立を主張しています。これは中国との経済的な結びつきを深めたいと考える一部の勢力にとっては不都合な存在です。特に中国の影響力が広がるアジア太平洋地域において、高市議員のようなリーダーは日本が中国との経済協力に依存することなく独立した外交政策を推進する可能性があるため、彼女の存在を疎ましく思う声が高まっているのです。こうした状況下で岸田総理が高市議員を排除しようとしている動きには多くの疑問が生じます。高市議員は日本の将来を真剣に考える政治家であり、特に国家の安全保障や経済政策において強い信念を持って行動しています。彼女の姿勢は一般市民からの支持を集めるだけでなく、経済的な停滞や外交的な脅威に直面している現代日本にとって不可欠なものです。それにもかかわらず岸田総理はなぜ彼女を排除しようとするのでしょうか。その背景には岸田総理が自らの権力基盤を固めるために財務省や親中派の影響を受けていることが考えられます。総裁選挙においても岸田総理は財務省や親中派の支持を得ることで自身の政治的な立場を強化しようとしているとされています。高市議員の存在はこの権力闘争の中で岸田総理にとって邪魔な存在となっているのでしょう。高市早苗議員は日本の将来を見据えたビジョンを持ち、短期的な利益にとらわれず長期的な国家の利益を追求しています。特に財務省や中国に対して毅然とした態度を取る彼女の姿勢は
多くの国民に希望を与えていると言えるでしょう。彼女のようなリーダーが政界で排除される動きが続くことは、日本全体にとって大きな損失となる可能性があるのです。次は高市早苗議員の国政報告レポート問題についてです。7月に高市早苗議員が送付した国政報告レポートがなぜか不当に問題視されています。これは総裁選の文書郵送禁止ルールに抵触するという理由ですが、実際にはその報告書が送られた時期や内容を考慮すれば全く無関係なものであることは明白です。高市議員がこの報告書を送ったのは7月末であり、総裁選のルールが発表されるよりもかなり前のことです。しかしながら、これをあたかも総裁選に関連した不正行為であるかのように取り上げられたことには深い疑念が残ります。まずこの問題の核心は、規則の後出しで高市議員を狙い撃ちにしたかのような動きがあった点です。高市議員が報告書を送った時点では総裁選に関するルールなど存在しておらず、彼女はあくまで従来の国会議員としての活動の一環として報告書を作成し送付していたのです。それにもかかわらず、9月に入ってから総裁選に関わる郵送物が禁止され、これが過去の行為に遡って適用されるという理不尽さが浮かび上がります。後から作られたルールを持ち出してすでに終わった行動を非難するという手法は、公正さを著しく欠いたものであると言わざるを得ません。この一連の動きが単にルール違反として片付けられるのではなく、意図的な印象操作として使われていることが問題をさらに複雑にしています。報告書の内容自体は国政報告であり、特定の選挙運動とは全く無関係です。にもかかわらず、報道機関や政治評論家たちはこの問題を拡大し、高市議員に不利な印象を植え付けようとしています。こうした報道が彼女の政治的立場を揺るがそうとする意図を感じさせます。高市議員の国政に対する真摯な取り組みがこうした不当な扱いを受けていることは非常に遺憾です。さらにこの報告書問題に関連して選挙管理委員会の対応にも疑問が生じます。なぜ高市議員のケースだけが取り上げられ、他の議員たちが言った類似の行動が見逃されているのかという点です。実際に総裁選に関連した文書を送付した議員は他にも存在しますが、彼らはなぜか批判の対象となっていません。これは明らかに公平性を欠く対応であり、高市議員だけをターゲットにしているのではないかと推測せざるを得ません。この問題が浮上した背景には、彼女の強硬な政策姿勢や政界内での支持層の拡大が影響しているのでしょう。特に彼女が積極的に進める積極財政や国家安全保障に関する政策は一部の勢力にとって都合が悪いものである可能性があります。そうした勢力が総裁選前に彼女を何とか失脚させたいという思惑で報告書問題を利用していることが見え隠れします。高市議員の誠実な政治活動がこうした不当な攻撃の対象となっていることは、日本の政治の透明性に対して疑念を抱かせます。この報告書問題は単なる技術的な違反ではなく、政治的な策略が絡んだ不正行為の一端として捉えるべき問題です。次はメディアによる偏向報道と印象操作についてです。高市早苗議員に対するメディアの報道には偏向が見られると指摘する声が多くあります。特に注目されるのは、彼女に不利な情報が過剰に取り上げられ、その意図が明らかに印象操作に向けられている点です。これは単なる報道の自由という範疇を超えて政治的な意図が強く反映されているように見えます。高市議員が持つ国益を最優先する姿勢や積極財政といった政策が、反対勢力や親中派あるいは既得権益層にとって不都合であるため、メディアがこれを利用して彼女を失脚させようとしている構図が浮かび上がってきます。まず高市議員に関連するニュースの取り上げ方には明らかなバイアスが感じられます。彼女の発言や行動のうち、問題視されるべきでない事柄が不必要に誇張され、あたかも大きなスキャンダルであるかのように扱われることが多々あります。一方で彼女が実現しようとしている政策やその中身に関してはほとんど報道されないか、
極めて少ない言及にとどまります。このアンバランスな報道姿勢は国民が彼女の本来の実力や意図を正確に理解することを妨げ、結果として一方的なイメージが形成される要因となっています。さらに問題なのは、こうした偏向報道が単にニュース報道だけでなく、討論番組やワイドショーといった影響力の強いメディアフォーマットでも展開されている点です。テレビの討論番組では、特定の論調が繰り返し強調され、高市議員に批判的なコメンテーターが発言を繰り返す一方、彼女を擁護する声はほとんど取り上げられません。結果として、視聴者に対して高市早苗は問題の多い政治家という印象が強く植え付けられてしまうのです。このような現象は民主主義の根幹を揺るがすものであり、情報の多様性を損なう危険性をはらんでいます。特に深刻なのは NHK といった公共放送でさえこの偏向報道の影響下にあると感じられる点です。高市議員に対する報道が彼女の行動や発言の本質を伝えることなく、ネガティブな側面を強調することに終始していることが目立ちます。これは公共放送としての中立性や公平性に重大な疑念を抱かせるものであり、国民に信頼されるべき報道機関の在り方として大きな問題があります。またメディアだけでなく、一部の政治評論家やジャーナリストたちがこうした印象操作に加担している点も見逃せません。彼らは高市議員に対して根拠の曖昧な批判を繰り返し、その評判を貶める発言を公然と言っています。特定の政治的背景を持つメディアや評論家が彼女に不利な情報を流布することで、高市議員が政策を実行するための正当な評価や支持を得る機会が奪われているのです。この構図は権力を握る一部の勢力が自らに都合の良い政治環境を作り上げるためにメディアを利用しているとも考えられます。高市議員が強い信念を持ち、国家の安全保障や財政政策に関して真摯に取り組んでいる姿勢は、特に彼女を支持する層から高く評価されています。しかしメディアの偏向報道によって、こうしたポジティブな面はしばしば歪曲され、国民全体に正しく伝わらない状況が生じています。高市議員に対するこうしたメディアの不当な扱いは、彼女の政策実現に向けた道のりを難しくしていると言えるでしょう。最後に、自民党内部での高市早苗支持派と反高市派の対立についてです。自民党内では現在深刻な内部対立が生じています。特に目立つのは、高市早苗議員を支持する派閥と彼女を排除しようとする勢力との間の緊張です。この対立は単なる政策の違いにとどまらず、党の未来を左右しかねない権力闘争として表面化してきています。高市議員は日本の政治において強硬な姿勢を持ち、特に積極財政や外交政策においてリーダーシップを発揮してきましたが、そのスタンスが一部の党内勢力にとっては脅威と映っています。まず高市議員を支持する派閥は、主に彼女の掲げる積極財政と対中強硬路線に賛同するグループです。彼らは今の日本が抱える経済問題や安全保障上のリスクに対して迅速かつ積極的に対処する必要があると考えています。特に経済成長を図るためには公共投資や経済政策の再構築が不可欠だとし、高市議員の政策に強く共感しています。こうした議員たちは高市氏を将来の自民党のリーダーとして期待しているだけでなく、彼女が掲げる国家の独立性や国益重視の姿勢を高く評価しています。一方で反高市派の勢力はその逆の立場を取っています。彼らは財務省と親密な関係を築き、緊縮財政を推進する一方、中国との関係を重視する親中派としての顔を持つことが多いです。こうした政治家たちは高市議員が推し進める政策が彼らの利害と相反することから、彼女を党の主流派から排除しようとしています。特に財務省との関係においては、高市議員の積極財政が財務省の方針を真っ向から否定するものであるため、彼女が政権を握ることは避けたいという思惑が強く働いています。この対立の背景には単なる政策上の違いだけでなく、
党内の権力構造をめぐる思惑が絡んでいます。岸田総理を中心とした現政権は財務省や親中派との結びつきを強めており、その支持基盤を維持するために高市議員の台頭を抑え込もうとしているのです。特に党内での発言力を強めつつある高市議員が総裁選挙に立候補する動きに対して、反高市派が一斉に彼女を攻撃し、彼女の政治生命を危うくしようとしています。これが象徴的に現れたのが報告書郵送問題やメディアを利用した印象操作です。また反高市派の中には、表向きには高市氏に敵対的な態度を取らないものの、裏では彼女を支持する議員たちに圧力をかけているものも存在します。これは党内での権力闘争がいかに根深いかを示しており、今後の自民党内の動向がどのように進展するかが注目される要素です。党内での発言力を失いたくない一部の勢力があらゆる手段を使って高市議員の進路を妨害している様子が浮き彫りになっています。高市早苗議員の存在は日本の保守政治における新たな可能性を示していますが、それを妨げようとする党内の抵抗もまた強烈です。この内部対立が単なる政策論争にとどまらず、権力闘争として激化していることは自民党の安定性を危ぶませる要因となっているのです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。高市早苗議員を取り巻くこの一連の騒動、いかがでしたでしょうか。私たちが今回見てきたのは単なる一人の政治家がターゲットにされている話ではありません。これは現在の日本の政治がどのように動いているのかを浮き彫りにする重要なケースです。党内での権力闘争、メディアによる偏向報道、そして背後にある財務省や親中派の存在、これらが絡み合い真のリーダーを潰そうとしている構図が明らかになってきました。高市議員は積極財政や国家の独立を守ろうとする姿勢を一貫して掲げていますが、それが一部の勢力には都合が悪いという事実、特に財務省や親中派との利害関係が複雑に絡んでおり、彼女がその構造を変えようとすること自体が大きな脅威とされているのです。ですがこうした権力の闇を暴くことが今後の日本の政治にとって必要なプロセスではないでしょうか。視聴者の皆さんはどのように感じましたか。高市議員に対する攻撃やメディアの扱い方、そして党内での彼女を取り巻く状況について、ぜひ皆さんのご意見をコメント欄でお聞かせください。多くの方々の声がこの問題をさらに深く掘り下げ、考えるきっかけになると信じています。私個人としてもこのような形でメディアが特定の政治家を攻撃し、意図的に印象操作を行う姿勢には危機感を抱いています。情報が偏っている今だからこそ、私たちは冷静にそして多角的な視点から物事を捉えなければなりません。今回の問題はその象徴的な例です。最後に、今回の議題が日本の未来にどのような影響を与えるのか、ぜひ今後も注視していきましょう。視聴いただきありがとうございました。次回もさらに深い内容でお届けしますので、どうぞお楽しみに。